元気が出るテレビがお送りするドッキリ企画。今回は道路上にベニヤ板を設置、その上に強力粘着テープを貼る。何も知らない通行人は工事現場と思ってやってきてくっついてしまう。その名も人間ゴキブリゾロゾロ。すごいなこのセット。これをこうして外して、そうか。見てくださいよ、私の顔がこんなに変わるぐらいになかなか外れ。痩せたいい男じゃねえか。ないと。すごいですね。この上を歩いていくんです。一体どうなるんでしょう。これは楽しみですね。女子中学生で週が2人連れです。なんか恋の相談でもしてるんでしょうか。さあテープのところに差し掛かる。テープ差し掛かる。こっちが来た。こっちが取れた。さあおっとおっと、どうしたのか。なにこれなにこれなにこれ、私のままでわかりません。おっとバリバリすごいバリ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 。おっと端から端から、人間というのは知恵があるもん。主婦の疲れというものが全部体に出て、おっと、お、粘着テープのところに来た。おっと、お、おっと、落ちてしまった。大事な買い物かここ、落としてしまった。あら、大根、大根が見えます。大根がペットに。顔は出てる。大根はどうなるんでしょうか。大根が、今夜のおかずが取れない。お母さん、申し訳ございません。管理者です。どうなるんでしょうか。考えようどうなるんでしょう。おっと、重くなった。動かない。おっと、後ろから、後ろから少年が押してるわ。動かない。立ち往生。なにこれ。おっと、おっと、降りた。おっと、降りたら今度は足がまたひっついちゃった。三輪車ごとこけてしまいました。颯爽としていながら、颯爽としていながら、あ、それは少年が倒れてしまいました。お姉ちゃんが周りの足の方をなんか気まずい雰囲気が流れております。サラリーマンが全然動きません。顔を見せようともしません。何も知らずに歩いてきたぞ。さあ粘着テープの行き方。見ての通りですね、夜もすっかりですね、明けてしまいました。夜はですね、パターンを変えてですね、ちょっとやってみたいと思います。うわー、立ちバカよね、おバカさんよね。さあ、飛び、ああ、成功成功、今日も成功。